5歳ですね。はい、じゃあちょっと怖がり、今まで、そうそう、それともう一個、今まで大きな病気したことは特にないです。特にはない。はい、じゃあちょっと見ますよ。ごめんね、多分病院来るのは初めてですけど。うん、他のクリニックで爪切りだとかはしてもらったことがあったんですけど、でも病院行くと怖いよね。ちょっと結構ぽっちゃりしてるんだよこれ。はい、結構ぽっちゃりしてる。体重はどうなります？1キロ1138グラム。1キロ軽く超えてる。はい、目隠しして、はい、1138ね。結構あるんだ。あとでちょっと食事の内容もちょっと詳しく聞きますね。ちょっと肥満ですね、この子ね。甘いものは大好きです。甘いもの？あの果物？あの丸もちのグミだとか。あ、グミね。はい。でもご飯の場に必ず欲しい。そうなんだ。チモシーで食べてます？食べます。で、モルモットフードも食べてるわけね。はい、あのね、グミとかさ。ドライの野菜とかドライの果物はね、やらん方がいいんだけどね、本当は。そうなんです。なんでかっていうのはまた後ほど話しますね。ちょっと耳見してね。あれないじゃん、このシルビア。ちょっと顔ね、こっち見てもらおうか。はい、では、こちらからにちょっともらっていいですか。一緒に 歯と歯茎の色を見ていきましょうか。ごめんね。はい、綺麗ですね。あと歯茎の色が赤みかかったピンク色が正常です。はい、いい色してますね。割と健康そうな色してます。次、お腹触ります。ちょっとで触ります。ごめんね、爪長いんだ。はい、で、どっから出てるの？どっから出てるかは分かってます？心理を、あの、肛門の向きかな。ああ、そういうことね。はい、VE にして、うん、どこか怪我してるわけではない。ではないわけね。はい、うん、こうやってやって。そう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 、うん、お願いします。うん、ちょっと、はい、そういうことね。もしかしてさ、あの、ここから出るんだよね、赤いの。どこも出血してるとこないもんね。うん、で、おしっこでどんな色します？普通の色、普通の色の時もあれば赤い時もあるってこと。めったに見ないでさ、赤い時は1回だけあったんですけど、過去に。でもそれっきりだった。でも陰部から出血してるとするとさ、もしかしたら薄く、うん、あの、うん、いや、あのね、うん、分かった。ちょっともう一回確認させて。まあ、ここはうんちの出るとこと、おしっこが出るとこなんですけどね。はい、はい、楽にして。そして一回ここに入れようか。入れます。はい、ごめんね、分かったよね。ご褒美は持ってます今？持ってない。持ってない。はい、じゃあこちら来てください。名前入れて。豆、柴田さん豆。ああ、レントゲン。柴田豆。そう、はい、これソニアさん。おかけください。陰部の周りに少し血の跡がついてますもんね。だから受付でプリントもらいました。モルモットのプリントとか。あ、じゃあモルモットのプリントちょっと出してください。元の研究室。
で、この子たちってさ、あの一番まあ可能性が高いのは子宮から出てる可能性がある。そうすると子宮の内膜症とか、子宮のまあ軽い内膜症の場合もですし、まあひどい内膜症の場合もあるし、もう一つは子宮の腫瘍、子宮頸がんとかね、そういったので陰部から出血してる可能性がある。で、そうでこの子たちってあの何ていうのかな、子宮があって子宮頸があって、その後の膣前庭が結構大きいんですよ。でそこに出血がもし子宮から出血してたら、その膣前庭がかなり溜まるのね。で溜まってある程度量が溜まってくるとドバッと出てくる。そういう出方で、おしっこはおしっこで出てくる。だから普通のおしっこはするんだけど、時々ドバッと出血があるっていう出方をするケースが多い。もしその子宮のなんかね、子宮疾患で出てくるやつだとするとね。でもうじき5歳だからさ、そう若くはないんですよ、申し訳ないんだけど。だからちょっと経過観察をしながら、でもしよかったらちょっとレントゲンを撮らさせてほしいんですよね。いいです。でここ費用は初診料が700円で、レントゲンはできればお腹と胸と取り合いから2枚、2500円で2枚、はい、分かります。でそれをこの場で現像しちゃいますから、でその上でどうするか提案だけど、まずは経過観察をしなきゃいけないから、食事、要は一番食べてほしいものが、まあ一番食べてほしいものはチムシですね。でこれをですね、これイネ科なんですけどね、あのアルファルファはあげてないですよね。あげてます、アルファルファって干し草、アルファルファ、チムシだけですか、はい。でちょっとこれどっちも干し草なんですけどね、アルファルファはやらん方がいいです、でチムシってさ、繊維がめちゃ多いんですよね。繊維 35% ぐらいありますね。でマメ科のアルファルファは少ないです。カルシウムに関してはチムシは少ない、アルファルファは多い。タンパク質、タンパク質はチムシは少ない、マメ科は多いと。まあすごい粗食なんですけどね。でこれがめちゃ大事なの。でこれをじゃあどんだけ食べた方がいいかっていうと、体重の 2% 以上だから、今この1138g あるんだけど、まあちょっと太っちゃってるから、まあ1000としてもね、まあ、1100としてましょうか。 1.1kg として 2% だから、22g 以上、22g 以上のチムシを食べることが大事。でなんで大事かっていうと、理由が3つありましてね。1つは歯のこと、要は不正交互って聞いたことあります。噛み合わせが悪くなっちゃう。でこの子今前歯すごい綺麗でしたね。でも奥歯の不正交互問題なんですけど、不正交互になってくると、まあ、歯の噛み合わせが悪くなって、上の奥歯はこう、外側へ、下の奥歯は内側へこう伸びてくるから、それでほっぺたとかほっぺたとか鉄をね、あのに当たって口内炎が起きてする。だけどもっと悪いのは、それが進んでくると歯の根っこが歯根膜炎を起こす。歯の根っこが炎症を起こして、それでさらには歯根膜炎がひどくなると、脳用耳が溜まってきちゃう。直せないですね、これになっちゃうと。ワンちゃん猫ちゃんだとこれ歯抜いたりするんですけど、なかなかモルモット言うほど簡単には抜けないですから。というか、まあ、歯のことね、が3つあるうちの1つが、で2つ目が毛球症。いやこの子で自分で毛づくろいするじゃないですか、元気な子は。毛食べちゃってるんですよね。でその毛が、まあ、たくさん溜まってきちゃうと、その胃腸の動きが悪くなったりします。それからあとは家の中お散歩します。時々出たがるときは、はい、させるんですけど、その時にさ、なんかかじっちゃいけないものをかじったりはしません。見てますわ、散歩行くときは。一応はもうどかしてやってはいるんですけど、目離すとね、何でもかじって食べます。そうですね、はい、だから絶対あの部屋んぽさせるときは絶対見ててください、はい、見てられない時間帯はもう入れた方がいいですよね。で3番目はですね、盲腸粉。盲腸粉を食べるんですけど、この子たちの体ってこうあるじゃないですか、はい、と胸がね、4分の1ぐらい
でお腹が4分の3ぐらいあります。でその4分の3のお腹の3分の2は盲腸なの。だから体に比較するとこの盲腸はめっちゃ大きいんですね。巨大なんです。でこの中には腸内フローラーって言って、あのいろんな細菌がいます。いわゆる善玉菌、善玉菌を飼ってるんですよね。まあ巨大な盲腸で、でこれも寿命が来ると死んじゃうわけなんですけど、はい、そうすると死んじゃうと盲腸糞として食べる。その盲腸糞は分かるからすぐ食べます。もう下に落ちる前に体丸めて食べちゃう。それは大体夜中から明け方にかけてすることが多いらしいんですけど、でまあそれ以外の普通のうんちは食べない。でこの盲腸糞を食べることによって、これでさ、盲腸糞死んだ細菌ですね、善玉菌、これがタンパク源になってるんだよ、この子たち。まあ、ビタミン源になってるかな、うん、だからすごい粗食なのにこんな綺麗な血液になるのは、粗食をね、細菌に要は繊維が多いとさ、善玉菌でどんどん増えてきますんでね、うん、そうすることによってその善玉菌のタンパクを取ってる。だからチモシーがめっちゃ大事なんですよね。そうするとこの子何グラムチモシー食べてるかなってのは測る価値があるんですけど、めんどくさいんですけど、チモシーどんだけ食べてるか測るのはね。でも、そう、でも測った方がいい。だから1日に1回か2回お掃除してチモシー入れといて回収しなきゃダメですね。きれいには絶対食べないわけだから散らけるでしょ。から2番目、これ後からまた話しますね、はい、とりあえずちょっとじゃあちょっとレントゲンの準備ができたんで。